はい、どうも、コンシェルジュです。あのね、コロナ離婚っていう言葉がちょっと増えてるみたいで、この話は基本的には、まあ、結婚してる人とか、同棲してるね、カップルとかにちょっとお伝えしたい、復縁の話なんですけど、復縁恋愛の話なんですけど、コロナ離婚とかコロナ別れにならないためには、要求しないっていうことを、とにかく意識してください。これしろよ、あれしてよ、ダメです。これしろ、あれしろじゃないです。お願いします。これやっていいでしょうかっていう。それ以外に、今この時期に、この自粛のね、やることないっていうか、ストレスでね、イライラしちゃう時期に、やることなんてなくて。で、僕今車の中にいるじゃないですか。で、ちょっと子供がですね、あんまりにもうるさかったもんで、奥さんにお願いして、本当にごめんなさいと。ちょっと小一時間、子供たち二人とも見とってくれないでしょうかっていう。で、男にとってね、一人の時間って本当に大切なんで、それがないと病気になってしまいますと。だから1時間でいいから、ちょっとその辺のね、公園に車持ってって、公園の脇に今止めてるんですけど、公園の脇で休憩させてくれと。休憩っていうか、まあ仕事がしたいんだよね。で、僕その例えばスマホで動画の編集とかさ、そういうそのスマホでできる仕事もあるから、だから仕事させてくれっていう感じで、1時間だけ公園に行ってきたいでお願いしてですね、今この状態なんですよ。お前あれどうしてやらないんだ、あなたどうしてこうしてくれないのっていうことって、今の時期ありますか？本当にそれ必要？それ本当に今の時期相手にやってもらわなかったら、あなた死ぬの？病気になる？本当ならないと思うんですよね。見てて腹立つから言いたいだけで。だからまず相手にリクエストすることはやめる。で、どうしてもお願いしたいことがあるんだったら、頭を下げて、あなたこうしてくれではなく、私こうしていいでしょうかという、申し訳ありません、私のせいでっていうニュアンス、そういうお願いをして。お願いだからこれやってくれじゃないです。お願いだからこれをやらせてください。私このままだとイライラしちゃう、俺このままだとイライラしちゃうから、これをやってもいいでしょうか。1時間ファミコンさせてくれって、ゲームさせてくれとか、1時間これやらせてくれないでしょうか、本当にすいませんっていう、自分がダメだからこれやらせてくれませんかっていうのだったら、低姿勢にしかならないじゃないですか。だから、お願いするときってどうしても自分がこうしたいんですってお願いするときには、人間基本は低姿勢になるはずなんで、そういうお願いの仕方をしてください。で、相手に要求しないこと。これが第一ですね。で、次に、コロナ離婚にならないための、コロナ別れにならないための重要なポイントは、今言った通り、男にとって基本ね、よっぽど女っぽい男子でもない限りは、普通の男にとって一人の時間ってめちゃくそ大事です。それがなかったら病気になる。一人にさせて、雑音とかやめて。本当に子供が入ってくる、僕のその自宅のね、パソコン置いてある部屋に、変わる変わる入ってくる、二人いるから。せめて同時に来いっていうか、来るのも嫌だけど、仕事とかしてたりとか、動画のネタをね、話のネタをちょっと頭の中で考えたりとか、とかって考えてるときに、ねえ、パパっつって、ちょっと待って、今考えち、今まとまりそうだった。今動画のネタとか、みんなに伝えたいことが頭にまとまりそうだったから、ちょっとって言うじゃん。したら、とかって言って出てった、10秒後ぐらいに長男がやーって来るんだよ。で、鍵とかをまあかけてんだけど、僕の悪いところで鍵かけきれないんだよね。なんかかわいそうで、だから鍵かけない方がかわいそうだからかけろっていう風に僕の奥さんには言われてんだけど、それでもさ、その鍵かけてても向こうでミャーミャーって騒いでさ、いやだのあーだのって、その姉ちゃんと弟が喧嘩する声とかが聞こえてさ、それに対してその僕の奥さんがさ、あんたたちいい加減しなさいって言ってたりさ、そこでその洗濯機の音がシャー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 ってなってさ、で隣のなんかその外からなんか子供たちの笑い声がジャ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 ギャーって聞こえてさ、でカラスがカーカーって鳴いてさ、いやもう無理だよ。それは無理なの。男にとってそれ無理なんです。ある程度は耐えられるんだけど、絶対に一人の時間が必要で、喋りかけないでくれ。喋りかけんな。男が集中してる時に、ごめん、自分の嫁に言ってるように言っちゃった。皆さんに言ってるんだけど、
あなたに対するアドバイスだけど、嫁に対するように言っちゃったね。喋りかけんなって言っちゃった。喋りかけちゃダメ。ね、男に対しては、その男が何かやってるなと思ったら喋りかけない。で、ほっとく。で、それも2時間ほっといてごらん。なんかその男の方としても申し訳なくなって、話しに来たとか、ちゃんと話しに来てくれるから多分。で、男は女の子と、女の子っていうか自分の奥さんとか同棲してる彼女とかね、話すこと。だから真逆なんだよ。話しに行かなきゃダメなの。一人の時間をなるべく男は我慢して、で、その、奥さんとか、その一緒に暮らしてる彼女とかの、くだらない話を延々と聞くこと。で、それも興味深そうに。それが男が頑張らなければならないところね。で、今、一番最初に言った、リクエストしない、要求しない。で、お前こうしろ、ああしろ、じゃなくて、お願いしたいことがあるんだったら、お前こうしてくれ、ああしてくれ、じゃなくて、これやってもいいでしょうかっていうお願いスタイルにしよう。で、そのお願いもなるべくだったらもちろんやらない方がいいんだよ。プラスアルファ、男に対しては、旦那とかね、彼氏に対しては、ほっとく。なんか集中してる時に話しかけない。なんか集中してる時に、ケーキ焼いたよとかもダメ。美味しいコーヒー入ったよダメ。作ってくれって言うから、ちゃんと。ある程度まとまってというか、自分の頭の中がまとまって整理されて、いや、考えたなとか、なんか成し遂げたなって気持ちになったら、なんかお腹空いたとかって言ってくるから、それまで待つ、ね。それまで好きなことしてる自分で。で、男は、ちゃんとその、奥さんとか彼女と話す話を聞いてあげる。で、自分から話も振るもちろん。テレビとか一緒に見たりとか、興味ないね、ドラマとか見てたとしても一緒に見てあげて、面白そうじゃんとかって言いながら見てあげて、面白くなくても。で、ちゃんと話をして、で、こいつはでこうでこうじゃんみたいな、こんなやついるんだみたいな、でもこれドラマだしなって、ドラマでも腹立つよねって言ったりとか、まあそんな感じで話をして、その男にとっては少しも意味のない無駄な 2,3 時間をちゃんと過ごして、奥さんと和気あいあい、その大学生の時に意中の女の子を自宅で落とす時にどうする？それはさ、なんか今話したみたいにしない？なんかその面白くないテレビも見て、お酒飲みながらでも、なんかこれああでこうでああだねって。いや、こういうやつよくいるよねとか、これリアルでもいるねみたいな。そういえば何々くんってこういう系あるよね、あるあるみたいなさ。そんな話して盛り上がってから落としに行くじゃないですか。大学とか高校の時そうだったでしょ？それ。それを飽きた相手に対してもちゃんとやるということですよ。これがね、コロナ離婚、コロナ別れを回避する非常に重要な二つの、まあ、原則かな。で、ちゃんとその謝る、謝罪ゼロ円ですよ。謝罪ゼロ円喜んでって気持ちで、なんかトラブったらごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんねって、これは男性でも女性でも、とにかく謝っちゃう。謝るっていうのは、本当にコスパが高い相手の心を動かす方法なんで。なんかトラブったら謝っちゃう。だっておめえがさって言わない。だってあんたがさって言わない。怒られたら腹立つよ。腹立つけど、だってさって一回言っていいけどすぐ切り替えて。ああ、ごめんなさいって言う、ちゃんと。ああ、ごめんなさいってちゃんと言う。ね。我慢して言う。力を込めて。腹立つ気持ちを抑えてね。そうすると、コロナ別れとかコロナ離婚にはならないよね。まあ、自分との戦いですよ。こんな時代ですけど、頑張っていきましょうね。はい、帰らないとまずい。さすがにね、何時間もほっとけない。今回は以上です。頑張っていきましょうね。コンシェルジュでした。ではまた。